頑張りすぎずにおしゃれめ星を発信しております、京子です。今日はですね、GU さんの秋冬物を見せていただいております。今家を共用したね。はい、めちゃめちゃ可愛いので、ちょっとどんどんご紹介していきたいと思います。こちらのニットメンズなんですけど、色味めっちゃ可愛くない？メンズなの？Lサイズでかなりゆったりめ。そうだね。なんかしっかりウール感のあるセーターなんですけど、めちゃめちゃあったかい。オレンジ可愛いね。今ちょっとショールームなんで下何も着てないですけど、中に白 T とか入れても可愛いと思うし。なるほどね。でも結構十分な着丈が、パコーンってなる感じなので、ちょっとだけここインして見れるみたいな着方も、可愛いなって。可愛い。これ買うな。めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。俺旦那さんとかと契約してます。めっちゃ似合いそうだな。いいね。いいです、ね、で下も可愛くて、このパンツ、こちらはレディースの M サイズのデニムです。めちゃめちゃ可愛いお色。よいしょ。言うもとに足掴んできた。安定感、安定感、こんな感じ。いいね。いいよね。ストレートパンツ、ストレート、ちょっと太めね。そうだね、でもこのシルエットめっちゃ可愛い。可愛い。しかもやっぱさすがの GU さん、M でこんなにちゃんと着丈がある。丈がないのって本当に素晴らしいよね。ね、これ最後落ちてる、下の落ちてる、落ちてる。本当につくかつかないかぐらい。今私結構ソールが薄めの靴履いてるんで、もうちょっと厚いソールだったらちょっと下げて、たまらせて履いても、いいと思うな。すごい長い。さすがだわ。さすがです。ゆうさんの丈の長さ信頼できる。ね。という感じでした。はい、じゃあお次行きたいと思います。じゃじゃじゃん。まずは、なんすかな。このパンツめちゃくちゃ可愛いんですけど、コーデュロイなんですよ。コーデュロイなんだ。あ、本当だ。そう、コーデュロイのこの色ってめっちゃ可愛いです。可愛い。なんかさ、紫なんだけど、紫だな。なんだけど、ピンクかなってことで、紫なんだ。しっかり紫だ。じゃあまた足を上げます。ドン。はい。これ宮子の足が手がちゅう。こんな。感じのコーデュロイでございます。あ、でもさ、よりでインサート入れるからさ、いらないか。このコーデュロイのパンツも M サイズを履いていて、はぎらないかな、サイズで。なので、私は多分もう一個上を買うかな。あ、そうだよね。ちょっと丈が短くなっちゃうので、もう一個下を買うかなって思います。なんかタックが入ってるね。入ってる、入ってる。本当だ。なんか鏡あんま見てなくて。なるほど、なるほど。確かにしても可愛いよね。確かに。ちょっといいっすね。2パックやん。そうだね。でも、分厚すぎないんですよ、生地が。だからそんなになんか厚くて、着膨れするみたいな感じもなくて。可愛い。ね、まあ、色がちょっと可愛すぎるな、やっぱ。なんか使いやすい紫って感じ。そうだね、あんま激しくない。で、上に合わせてシャツとセーターを着てるんですけど、まずこのシャツから、これはレディースのシャツになります。こちらもサイズ M サイズなんですけどね、長くない？長い。可愛くない？可愛い。なんかシンプル、ザ・シンプルって感じで、めっちゃいい。そうだね。しかもさ、ちょっとなんかさ、バリバリすぎなくない？何この素材。ね。え、なんていうのこれ。わかんない。わかんないんだけど、すごい気持ちいい。なんかさ、制服っぽくないシャツっていうか。冷たくない。あー、そう。冷たくないシャツ。かっこいい、でかくなっちゃった。上まで全部締めてもめちゃくちゃハンサムに着れて可愛いと思うし、袖もすごい長いし。いい。こんな。めっちゃ可愛い。このシャツ可愛いね。ね。やだー。
がしっかり尖ってるのもめっちゃいい、うんうんうん、安っぽさなくていいよね。でこれだとちょっとシンプルかなって思ったので、うん、これはですねメンズのセーターさんです。このカラーはベージュの表記なんですけど、うん、すごい合うよねこのカラー。ちょっと紫みのある感じよねちょっと紫みのあるベージュ、うん、かわいい、かわいいんじゃないかなと思います。Pulled myself out of slump, not a lump, not a stain on my shirt, just pain in my shirt. And you can lose it all if you got too much to hide. They say before the fall comes pride, and you can throw it all away. I go wide, and we can surf the mall today with low tide. You seek, you shall find. Walking down a yellow brick road with some heart, looking for a peace of mind. And I ain't gotta speak on that. I go deep on that, like 7 days a week on that. Don't test me, you know that I'ma cheat on that. Come on, baby, you know me. We go back, little engine that could, I got over you. Took a hit to my credit, it was overdue.I rode for you. Now my train on track to the goals I was gonna pursue. You gotta feel me, speak clearly. Honesty is the policy of the weary. I don't think you hear me. はい、お次したいと思います。こちらです。まずこのトップスは、まあ普通のタートルネックのセーターなんですけど、私多分これね去年も買ってると思う。嘘、めっちゃ使えるんだ。まあそういうのが一番 ね結局チクチクする系じゃないので、あそんなに防寒要素っていうよりはちょっと下にタイトに着るタイプの感じのやつですね。あったかさっていうよりはって感じ、なんですけど、こういうのめっちゃ使えるじゃないですか。もう何でもかんでもとりあえずタートルネックが冬は着たくなるので、それのローテーションにめっちゃ使いやすかったシンプルなタートルネックです。はい、袖も長い。長いよ。いいね。これも多分 M サイズだと思うんですけど、しっかりなんかさ、黒だとより分かる、袖の長さが。毛長効果すごいよ。毛長効果すごい、うん、で、今ちょっと中入れてるんですけど、丈はこのぐらい、お長すぎず、短すぎずっていう感じなので、インしなくても使いやすいし、インしてこうやって切れ目に使うのも全然あり。いいね。で、パーツ、これはちょっと素材がちょっと可愛くて、インサート入れます、素材は可愛くてちょっと履いてみたいなって思ったのと、センターラインが綺麗に入ってるので足長効果もめちゃめちゃあるなと思い履いてみました。めっちゃ綺麗めに使えるね。そうだね。私は多分もうちょっと丈欲しいのでサイズも上げるかな。珍しくヒールを合わせてみますが、いいね。いいよ。でこれにメンズの L サイズのダウンを着ております。これいつ着るんだろうっていつも思うんだよね。わかる。寒いの暑いのって感じだと思うんですけど、なので今、もうそろそろっていう時期かなって、ちょっと夕方とか肌寒い時期かな。そうだね。でこれ着るだけで他にさ安心感ね、あるある。これだけだとさなんかって私はなるんだけど、こういうの着てると途端に自信が持てる。なんかちょっとカジュアルっぽくなって。そうなんだ、着やすくなる。なんか私は普段やっぱりちょっとカジュアルが入ってる方が好きなので、ちょっと綺麗な中に外からカジュアル化してあげた方がしっくりくるかなって感じです。スニーカーでも全然可愛いと思う。確かに、これ可愛い。可愛い。かわいい。もっとさ、コンパクトネタよくある。ああ、えてメンズの L サイズもこのぐらいに着てね、のタイプ合わせるの可愛いなって。そうか。Fire down below.
います。こちらセットアップです。かわいい。めっちゃ着やすいわ。楽ちんだし何にも考えない。めっちゃ気持ちよかったね、さっき触った時ね。素材もすごい。これもまたチクチクしないやつ。そうね、なので気持ちいいし、今ね、いろんな GA さんのショールームからいろいろこうピックアップしてコーディネートしてるんですけど、一瞬だもん。一瞬だあって言う決まるっていう。今これ白白で合わせてるんですけど、ちょっと黒小物にして引き締めることで外に出れる感じ。それはラウンドショルダーバッグ。そうです、スリーの外注で。これは可愛くていいなって思っています。私はキルティングの方を飲んでるんですけど、こっちの方が好きだわ。ノーマルだね。ノーマルな方、はい、です。で、メガネの自由さ、なんかこの小物で色を合わせるときによくバッグと靴を合わせるみたいなのがあると思うんですけど、メガネもそのお仲間に入れてあげると、多分ね、これだけはちょっと浮くんですよ、黒が。確かにちょっと浮くんですけど、ここにメガネが黒が入ることによってなんとなく整ってくるっていうところがありますね。一気にオシャレな人みたいになる。これはね、やっぱメガネ効果あるよ。黒縁メガネしてると、あと目が腫れてる時にこの黒縁系はすごい使えるから、私も本当大好き。何そのライフハック。間違いないね。パンツはしっかり履くとこんな感じ。ああ、ぴったりだね。はい。なんで、ちょっと落としてます。落として履くのが嫌な方は、サイズをもうちょっと上げた方が安心かな。で、これはさ、結構ニットだとか、お尻がさ、気になっちゃうじゃん。そう、確かに。なので、長い着丈のトップスを着てあげるのが、私的には絶対嫌だ。で、それにやっぱりこれがすごい最高。いいわ。ここはさ、パコって。ツイートが入ってるので、なので前だけちょっとインして後ろを垂らすっていうのが簡単にできちゃうので、あとさ、胸のさ、V ネックのところめっちゃ可愛い。程よいよね、この秋。絶対にインナーは気にしなくて大丈夫系だと思う。ちょいと裏肝だね。なので冬めっちゃいいと思います。ちょっとだからね、暑い暑いんですけど可愛い。可愛い。で、下履いてるのがレディースのパンツなんですけど、ちょっとコーデュロイっぽい、うっすらコーデュロイっぽい感じの素材なんですけど、超履きやすい。あの紫のやつより薄手で柔らかくて太ってる感じなんですけど、裾が絞られてる感じなので、ブーツインめっちゃしやすくて可愛いと思う。めっちゃバランスいいね。可愛いね。やばいよこれは。そのブーツは、このブーツもめっちゃいい。これはね、今 XM サイズを履いてるんですけど、めっちゃ軽いです。びっくり。あ、軽いやつだ。すごい軽いやつ。これはジャックで脱ぎ着脱するタイプなので、タイワームで脱いでいく必要もなくて、まあ自由さんのサイドはさっき履いたんですけど、それも全然グリっていく感じなくて、楽ちんだったんだけど、
ど、これはめちゃ楽、また文章になってたから、いいわー。September in San Clemente.